あれですね、海岸沿いで生えてる浜辺というか。で、イソガンショウはあったかいところの植物だから、これまだ1週間ぐらいかな、植え替えて。とも新芽が動いてきたね。あ、出てますね、新しい。で、花が咲いて実がなるんだけど、これもちょうどもう植え替えの時期の口なしですね。もうつぼみがついてんだけど、はい、そう、ピンクのすごい可愛い花がね。あ、ついてますね、で、これは昔は夜店があったから、夕方咲くから夜店ですごく売れた。ところが今は夜店がないから、知らない人が多い。朝顔と逆というか。で、ネムっていうのは、増やすのは実をまいて増やすか、寝伏せをするか、どっちかの。挿し木やなんかは作んない。で、ほら、こんな小さくても1歳のような花が来るわけ。ああ、来てますね。でもこれは、夏花を咲くものは寒さに弱いから、夏どうしても枝枯れが出やすいわけ。その防ぎようはどのように防いだ。冬が来る、寒風飲食みたいな。これは違う。何ですかこれ、面白い。え、実です。これは実なんだ。え、何ですかこれ。赤メソ。赤メソ、あ、まあ、面白いですね。赤メソソロ。赤メソロ、赤メソロ。あ、いろんなのが垂れ下がってる。これは悲しです。悲しで実が全然違う。どんな感じで実が。あ、これで落ちたんですか、実が。実立て。で、実っていうのは、はい、この間についてこの中に。あ、ほんとだ。なんか、あ、これもなんかすごいいいね。だからこれが泡チドです。わー、すごい綺麗に。一番本当に開花してますね、花がね。で、こういうのをさっきも言ったように盆栽には添えるもん。で、じゃあこれを作るのにはどうしたらいいかということで、どういうところに生えてるかということ。植生ですね。ね、はい、そこから勉強しなきゃいけない。そうですね。ところは岩ひばね、岩ひばの生えてるようなところに生えてるわけで、これは岩ひばの原種と一緒に植えてある。それがいい。それとこれとこれが最近だけど、本当はまだ早いのよ。そう、花が終わってからやることなんだけど、はい、それじゃもう花が終わってからじゃ場所によってはもっと早く咲いちゃうから、はい、こういうふうにして咲いて終わったらこういうふうにやるんですよっていう時にした方がいいんじゃないの。そうですね。じゃあその白でいい。そうですね、その感触。はい、はい、お願いします。それで本当は盆栽のこういう下草も本当はやらなきゃいけない。あ、それも大事ですもんね。本当は世界に発信するんだったらまずこういうのがやったもん。草物ってのはどこにもあるんだよ、で難しくないんだよ、そんなに。で、これはどこが違うかというと、はい、普通のこのホタル袋って言うんだけど、こう蓋二重になってる。あ、そうなんですね。あ、本当だ。何になってるんですか。で、ホタ袋には白が主体なんだけど、はい、白と赤紫、こういう色が主体なんだけど、はい、これは黄色なの。珍しいんですね。だからそういうふうにしてこういうふうにね、葉っぱを見ながらこれを割れもっこして花が出るんだけど、そういうものを。なんで俺草物やんなさいって言うかっていうと、これは季節感を表す。四季を楽しめるというか、で、もっと難しく言うと、はい、俳句の季語に
いろんな草物とか盆栽、着物とかあるが登場しますよね。やっぱいいのかな、はい、来月はどういう作業をすればいいのかなって、そういうのをまず覚えていた。そうですね、その年のその1日ごとにやることを頭に入れられるかって話ですよね。月ごとにやることを、うん、だから頭に全部入れるさって難しいんだから、はい、俺なんかもう、はい、と僕は一応全部目を通すわけ、ここ。じゃあそれを続けていけいくって感じですかね。それをだから続けることによって頭に入るものというか、頭に入るわけだから、あんたに無理やりに頭にやんなくても、はい、まあ、例えば今月だったら5月と6月どういう作業をするかと、それを自分でピックアップして世界に発信するのがいいと、うん、そうですね、その通りだと思います。どう、僕が言ってるのは本当に正しいことだと思います。やっぱそれ、その後のアフターケアって話ですよね。その終わった、その1回で終わるわけじゃなくて、その継続的に、うん、それもそうなんだけど、今月はどういう作業を主体にやったらいいのか、はい、でこれはすごい難しいのよ。これ日本が基準だから、日本の関東が基準だから、はい、だから日本の国だけだとこれとちょっと違うんだ。そうですよね、気候がまた違いますもんね。だからすごい難しいんだよ、俺簡単に言ってるけど。で俺なんかもう80に近く経ってる、こういう 毎月読んでるんだよ、日々精進っていうことですよね。だからもう早く言えば60年もやってんのにまだこうやって読んでやってんのよ。それはあんたに俺が言った一番最初に言った勉強してんのって言ったのはそこなんだよ。そうですね、一回だけ読むだけではなくて、繰り返し読むことが大事ですよね。うん、繰り返し読むっていうよりも毎月その覚えなくてもいいんだけど、はい、どういうことを今月は YouTube で発信していこうかなと。その計画で筋道を立てていく感じですよね。うん、それじゃないと見る人だって面白くないじゃん。そうですね、これも終わっちゃったよってこともまたやっても、うんうん、終わったことをやったって面白くないのよ。そうですね、本当にその通りだと思います。で1年経ってそれじゃ覚えていくかって覚えてないんだよ。そうですね、確かに1年じゃ覚えられないぐらい盆栽は深い。そうですね、だからそこのところをあんたにこれ1年分ぐらいあげてあるよね。いただきました、はい、であんまり変わんないから作業自体はね。だからそこをよく自分なりに1ヶ月2ヶ月先を読んで、それじゃあ今度はこういうことを YouTube で撮って発信しようと、そういう勉強した方がいいと思うよ。そうですね。